話になってます。風林家の店主青山祐希です。今回も、前回に引き続きちょっと可愛い感じのラベル3つ選んでみました。紹介していきたいと思います。1名、福岡県は、こちらですね。ちょっと春らしい色のラベルになってますけども、庭のうぐいすといいます。こちらの薄濁り、冬から春にね、かけて出てくる、まあ、一応春酒の手あたりになってくるのかな、開けたてのねちょっとガス感といいプチプチっとした感じも楽しめて、最初に甘さがあって、あとちゃんと辛さも余韻も残しながら切れていくようないい感じのお酒、ちょっと飲んでみます。あ、ね、今いい音鳴りましたね。口に入れた瞬間の香りがいいですね。あと少しだけウリ系みたいな、甘さは最初ふわってくるんですけど、ウリ、メロンとかスイカとか、そのすごい浅い感じ、熟しているわけではなくてあっさり食べられる系のウリっぽさもありながら、それが多分後の方の辛さとか苦味につながってるのかなと思うんですけどね、すごくバランスいい感じ、いいね。なんかピンク色のウグイスっていいですね。俺ウグイスって見たことあんのかな。ウグイスね、庭のウグイスですからね。そもそも今住んでるところに庭がないね。ウグイスってホウホケキョウ、続いて2本目、同じくじゃないけど、同じく九州って意味では同じくなんだけど、こちら、佐賀県のお酒ですね。アイラブ寿司と書いてますけども、天に福で甘吹というお酒ですの、超辛口、まあ、お寿司やお魚と楽しんでいただきたいという気持ちで作られているアイラブ寿司純米、超辛口ですね。純米酒やんな、純米酒ですね。まあね、せっかくならもちろんお刺身やお寿司とね、じゃあ食べていただきたいというところなんですけども、風林家には残念ながらお刺身もお寿司もありません。買ってきてください。私は何にもできませんということで、まあこれだけ、これ単体でもね楽しめるぐらい、しっかり最初のうまみも来るし、でもあと辛さがあるし、完全な食中酒なんですけどもね。確かにだからお寿司とかご飯物と食べても負けないというか、それぐらいのちゃんとした味わいがありますね。いただきます。かといってしつこいわけじゃないし、後に残る余韻みたいなのが多分醤油とかにも合うんでしょうね。ちょっとこれ飲んでみたいなって方、ぜひぜひお魚関係買って試してみてください。非常に相性は僕もいいような、印象がありますね。かわいいねこれ、かわいいよ。イクラ、卵、これ何、タイ、サーモン、マグロ、エビ、タコ、アナゴ、これはヒラメかな。なんだろう、わからない。まあぜひぜひ、こういうあれですよね、食べ物に可愛いの書かれちゃうと食べづらくなるじゃないですか。全然関係ないけど、なんか鳩サブレって頭から食べるか尻尾から食べるか迷うじゃないですか。まあこれを
食べるわけじゃないけどね、うん、3種目じゃん、はい、猫、長野県、19、本当に数字漢数字で19ですというお酒ですね。で、見えますかね、ガットリベロ、イントネーションが分かんない、ガットリベロ、ガットリベロ、ガット、ガットリベロ、ですね、これイタリア語で、日本でいう野良猫という意味みたいなんですけど、でも、飼われてない猫を指すもので、イタリアではね、野良と言わずにこれ自由猫という意味合いで使われているそうですね。後ろ向いてますけどいいですね、かわいい。で、尻尾がね、こう6になってるんですけど、これいわゆるね、6号酵母というものを使ってますよっていうのを表しているそうです。まあ、人気のね、秋田の荒政さん、によってね、発見された酵母ですね。ちょっと酸味が出やすくなるかなという印象です。で、こういうね、19の動物ラベルってほとんどがね、あの酒米を使ってないんですよ。あの食用米使ってるものが多いんですが、これは酒米です。富山のね、小山錦というお米使っていて、まあそこまですごく知れ渡ってるお米ではないんですけど、でもね、割れにくいみたいで、吟醸とか大吟醸系の綺麗なね、お酒を作るのに適してると言われているそうです。僕もね、見たことあるわけじゃないから、なんともあれなんですけどね。ところでちょっと飲んでみます。うん、最初に来る甘みみたいなのは今日紹介した中では一番強いかもしれないですね。でもやっぱね、くどくない。さっき言ったようにお米の特徴でしょうか、それとも酵母のね特徴かもしれないんですけど、綺麗です。切れていきますね。やっぱ甘みが辛さとか酸味に変わっていく感じ。うん、ラベルもいいけど瓶もねすごいいい色してますよね。イントネーション知ってる方いたらコメントにて、コメントでどうやってイントネーション表現するの。まあいいや、ガトリベロ、ガトガトガトショコレ、ジュークの紹介でした。はい、ということで、3種ね紹介させていただきました。福岡、佐賀、そして、長野ですね。どんどんね、やっぱりラベルで気になるなってやつ増えてきましたよね。全然ラベルで選んで、もしね意外とラベル可愛いけど飲みづらいよなんていうものもねあったりするんで、もちろん酒屋さん行った場合は店主さんに、相談して、買うのもね、もちろん手だなと思いますけども、ちゃんとね相談に乗ってくださるというか優しい方多いのでね、酒屋さんに入るっていうことがまず、一つハードル高いかもしれませんけども、今は本当綺麗な酒屋さんも優しい酒屋さんもとても増えていますんでね、ぜひぜひ足を運んでみてください。では、次回のね動画でまたお会いできればと思います。風林家の店主青山祐樹でした。ありがとうございました。いただきます。